そうさね、今日は、ドラゴンボールのサイヤ人のエリートに ついて考えるんだよ。へえ、楽しみだぞ、うん、まず、この男に注目してもらいましょう。これナッパですね。エリート戦士です。エリート戦士、まあ、ベジータとナッパが襲撃に来ますけれども、その、ナッパの戦闘力がいかなものか、まあ、要するにエリート戦士の戦闘力がどんなもんかっていうことね。このボードを、まあ、その後のナメック星編の、出てくる者たちとも考えてあれしたいんですけれど、この、まあ、ラディッツが1500ですね。で、ナッパが4000と。で、ラディッツは、最下級戦士だと。で、このナッパがエリート戦士だと。ことで、この4000と1500、この2500の違い何があるのか、っていうことを元にして考えたいんですけれども、ベジータは1万2000ですね。で、地球襲来時のベジータが1万8000。これ前後っていうのは、これは地球の前と後っていう意味で、これ地球で悟空たちと戦った後に、まあ死にかけて復活して、2万4000になると。で、その間に、キウイ1万8000、ドドリア2万2000、ザーボン2万2000、ギニュー隊長に至っては12万ですね。これではもう、戦闘民族の、サイヤ人たちが、こう、軒並み、ギニュー隊長にはおるか、まあ、ベジータでさえ、その、地球行く前のザーボンとドリアにも勝てない。これ、いかなるものかとね。戦闘民族が、戦闘民族という。ね。それで、言えるのかということですけれども、サイヤ人には、大猿かという。なんだ、大猿化とい う奥の手がありますね。大猿化すると、戦闘力がこれそれぞれ一桁上がっちゃいますね。10倍です。ラディッツに至っては1万5000。でも、悲しいかな、大猿化してもキウイに勝る戦闘力にはなれない。というところが最下級戦士の、言わんとしてるところかなと思います。ナッパはこれ10倍すると4万になりますから。ザーボンの変身後にも勝てますね。というところから、これが、大猿化して、ザーボンに勝てるかどうかっていうところが、エリート戦士の、基準じゃないかなと考えております。ベジータを1万2000。10倍すると、ギニュー隊長と互角だと。で、ベジータに至っては、18万とか、24万になるんで、フリーザを除いては、敵なしというぐらいの、なんで、やっぱり、さすがに戦闘民族、サイヤ人、だということが言えるんじゃないかなと思います。で、今日の話はこれぐらいにしといて、またよろしくお願いします。また見てね！また見てね！